おまわ、菅田将暉です。2020年2月24日月曜日、この時間は僕、菅田将暉がお送りしてまいります。はい、2月最後、今年は、ウルーの、まあ、それなので、1日長い、29日まであるということで、今年はその、ウルーのそれで、1日お得ですね。そういうことになるんですよね。ウルー年。だから、月額でなんか払ってる系のやつは1日お得です。うん。月いくらってやつもそういうことですよね。月単位ですから1日増えようと変わらないですよね。ただ、月のお給料と考えると、やっぱ1日多く働かなきゃいけないので、これは損です。極端ですけどね。うん。だから皆さんこの売るをね、お得と考えますか？損と考えますか？これ考え方次第ですよね。どっちとも取れるっていうか、なんかお得なこともあるし、そんなこともあるけど、結果じゃプラマイどうなんやっていう。皆さんどうですか？ウルーに。ウルーが自分にとって損なのか。得なのかはね、4年に一度ですから。キャメロン・ディアスの考え方はこうです。急に。キャメロン・ディアスの考え方はこうです。半分水の入ったコップを見たら、半分しか入っていないと思うんじゃなくて、半分は満たされていると考えるようにしている。そうすれば日々感謝して幸せな気持ちでいられるからねという。これはまあいい考え方ですよね。キャメロン・ディアス素敵ですよね。人としてなんかできてる感じというか、これが15年前のインタビューで言ってたそうです。さあこれを受けて皆さんどうですか？須田はどっちやっていうと、だこれも同じですよね。そのだから半分しか水が入ってないコップを見て、これがまあ損なのか得なのかっていう、事実に対して目の前のことに対してどっちのこう考え方でいくのかっていう。僕は、圧倒的に半分しかないやんけって。はぁと。もう半分しかないやん。そんなんだっけな。もうないのと一緒。もう半分しかないな。ないのと一緒やって。なんで僕は圧倒的に。だから、これどうなんすかね。皆さんどうすか。いや、なんかこのね、キャメロン・ディアスの考え方素敵やと思うんですよ。すごい真面目に、その、ポジティブじゃないですか。今あるものを大切にしようっていう考え方いいんすけど、なんかこれその、危機感がない感じというか、なんかね、なんて言うんやろ。正直俺は全く共感できんくて。だって半分しかないねんもん。まるまるいっぱい欲しいわけやから。もっともっとこっちは欲しいわけやから。なんていうんかな、この、なんやろ、なんか、まだ半分あるっていう。もう半分しかない。まだ半分あるやん。これまだ半分あるやんの方が聞こえはいいけど、なんかちょっと問題を先延ばしにしてる感じというか、なんていうん、じゃあ8月ね、夏休み、もう半分しかない、まだ半分あるやん、これ多分宿題せえへんの後者なんですよ。俺そりゃそうでしょ。だってなぜだってまだ半分あんねんからまだ遊べるやんっていう。余裕やんけ、ポンポン。キャメロン・ディアスはそっちでしょ。だってまだ半分あんねんから全然遊ぼうや、宿題なんてせんでって、うちと楽しいことしようやっていう。これがキャメロン・ディアスでしょ。これはだから問題を先延ばしにしてるだけであって、そのすぐにやらんから、よくないよね。いや、まだ全然大丈夫やって、っていう、もう、今日、あれやねん、今日家に親おらんねん。自分どうなるっていう。
ええな、それ。最高やな。最高やな、なんやそれ。キャメロンディアスに。今日な、うち親おらんねん。え俺言ってんのでもそういうことでしょ、この、なんか、なんやろ。やっぱ半分しかないやん。頑張ろうとかさ。半分しかないねんから、これを逆に大事にせかんと、もう終わってまうで夏休みっていうのが、なんか、俺的に合ってるかな。だから全然わからんねんな、この半分しか入ってない。半分は満たされている。どうなんやろ、幸せなのかな、これは。まあでもそうか、その、これ、15年前てか、15年前のインタビューって何やねん。何やろ、こう、なんか攻めづらいな。厄介やな、なんか、15年前のキャメロン・ディアス。何やってた頃ですか？チャーリーズ・エンジェルとかですか？チャーリーズ・エンジェルの頃のキャメロン・ディアスにとにかく言うてもな。だってそりゃ余裕しかないでしょう。もうだって。そりゃ、チャーリーズ・エンジェルの頃のキャメロン・ディアスやったらそれは言えるわって話ですよね。その半分しか水入ってへんコップの奥にはもう山ほど水ありそうやから。それはなんかこれなくなったとて、全然聞き大丈夫ですよっていう。こっちそらその、やっぱり待って、もうこれしかないやんって。っていう状況ではないから、絶対。これをもうあと、4日間かけて飲まんと。1日あたり、2口ずつしか飲まれへんみたいなことじゃないわけやんか。ガーチのおかわりで出てくるやろし。だからこれ、成功したから言えるわけでしょ？ねえ。そういうことやんな。それはずるいわな。ちょっと厄介やな、キャメロン・ディアス。ちょっとブレるな、なんか。だって、そろそろ、その、あれでしょ？確定申告とかも。いや、まだ大丈夫。もうちょっとあるから。だから、まだ領収書、まだ、その、集めてないけど、まだ大丈夫やと思うって。送ってないけど大丈夫やと思う。あかんって、今もやっとかんと、間に合わへんってって。そういうことでしょ？いやー、これどっちがいいですかね？皆さんはどっちでしょうかね？俺は全く共感できませんでした。そして、吹きの塔の季節です。福島県の天栄村では、春の味覚、吹きの塔の収穫が先週の金曜日から、最盛期を迎えているそうです。春先に一斉に芽を吹き出すことから、春の使者とも呼ばれていますと。いや、春ですね、吹きの塔。皆さん、吹きの塔今年食べました？僕まだ食べてないっすね。まだ食べてないっすね。もう、先週の金曜が最盛期。うわー、下田ーっていうのが俺らじゃないですか。キャメロン・ディアスは、まだ食べれるし。まだ全然食べれるし。そりゃそうやで。キャメロン・ディアスやねん、もう。吹きの塔食べたーいって、ね。一ヶ月後言うても多分、なんか、ごっつい男の人が買ってきてくれるでしょ。だから先延ばしにしてるのはやっぱダメですね。うん。問題よね。いや、だから、うん。俺は食える人生やし、キャメロン・ディアスは食えない人生やから、吹きの塔ね。やばい、もう、先週やったんや、やばい、今、ちょっと今でもまだ食べるやつないかなって焦るのと、まだ大丈夫よ、いつだって食えるよっていうのと、果たしてどっちが幸せかってことですよ。でもその、うん、あれなんですかね、こういうさ、その、ちょいちょいスターの発言ってありますけど、やっぱこの、なんやろ、真面目に考えてったらさ、生活が違いすぎてさ。なんか、バカみたいやな、こっちが。そんな当たり前が違うのに、こっちもなんで感動してんねんって話やもんね。やっぱ得てして当てはまらないもんですね。そろそろ春ラジオです。頑張っていきましょう。菅田将暉のオールナイトニッポン。
改めましてこんばんは、菅田将暉です。毎週月曜日のこの時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。先週はバカリズムさんが登場。鬼ちゃんよりもよっぽど鬼でしたね。もうすごかったっすね、パワフルで。少しでももう隙を見せようもんならもうグッサー、チードバーでしたもんね。血止まりませんでしたもんね。もうラジオしながら輸血輸血で大変でしたよ。いやでもなんかすごい楽しかったっすね。素敵な時間ありがとうございました。で、菅田将暉27歳です。ありがとうございます。2月21日に誕生日を迎えました。晴れて27歳です。どんな年にしましょうかね。そのまあその映画の現場とかで誕生日ケーキいただいたり祝ってもらったり、そういうことを今日ラジオのブースにですね、朝日スーパードライさんからお花とビールの差し入れをねいただいて、朝日スーパードライ、朝日スーパードスーパースーパースーパードライ、こっちでしたね。すいませんでした。いや、ありがたいですね。こうやって祝ってもらうのもね、本当に。いや、27歳ですよ。どうしますか？いや、なんか、最近ちょいちょい現場にね、トップコートのね、新人の子とかが、ちょっと研修で須田君の現場連れてってもいいですかみたいな。あ、全然全然、そんな、全然来いやと。いくらでも見たらええわと。もう全然それはもう見たいんやろっつって、それは見においでって、勉強なるでっていう姿勢で臨むんやけどさ、毎回。あ、全然いいですよみたいな対応をマネージャーさんには取るんやけど、いざ来るとさ、圧倒的に若すぎて、もう10個以上したとか、うん。全然あるから、高校生とかも。あれみたいな。なんか面食らうっていうか、うん、そっか。俺10年やってんでもんなっていう、ちょっと最近ねそんな感じましたし、なんか去年までは10周年やっていうこの勢い、10年に向けてっていうのがあってんけど、えらいもんで10周年を飛び越えてしまうとちょっとなんかこうフラフラしてるっていうか、さあ次どうしようみたいな、あれっていうゴールでは全然ないもんなみたいな、どうしよう、まだ上はいっぱいありそうやし、でもちょっとなぁ、足腰来てるしなぁ、みたいな。ちょっとね、まあらしくやっていければいいですけれども、なんか、うん、まあなんか楽しくね、やっていければ何よりです。まあとりあえずラジオは続けていきます。では、今日もリスナーのあなたにメールで参加していただきたいなと思います。先ほど申し上げました通り、私、菅田将暉、2月21日に誕生日を迎えました。盛大に、パーティーで祝福してもらいたい。でも時間がなかった、映画の撮影で忙しかった、でこっからまた次映画だ、まだパーティーができない、またパーティーができない、最悪だ、どこだ、どこかに暇な時間はないか、無理なのか、いやどこかにあるはずだ、どうでもいい時間があるはずだ、あった、ここだ、ラジオをやっているこの時間だ、ここはどうとでもなる。ということで今日のテーマは菅田将暉生誕祭。いつの間にか隙間空いたところに明日への扉。ありがとうございます。今日は菅田将暉生誕祭です。リスナーの皆さんから菅田将暉生誕祭でやりたいことを、募集します。もうなんていうんですか、こっそり計画して祝ってくださいなんてずうずうしいことは言いません。一緒に、僕の目の前で、僕と一緒に私の生誕祭を盛り上げる方法を考えましょう。まあ、こんな出し物があればいいんじゃないかなとか、こういうゲームで盛り上がりましょうとか、なんか去年とかもやった気しますけど、よく覚えてないということにしたいし、なぜならあんまりいい思い出がなかったから。
振ったやつは食べてこぼれたなっての多分足でこう足で多分ねさーってちょっとなんかまとめやすいようにしてしてんかったんよ。あれひどくないですか。どうなんですか日本放送。俺あれはちょっとダメやと思いますけどね。ちょっと治安が、治安っていうか清掃のレベルなんですけど、ちょっとなんか椅子もガタガタやったし、並ばってる椅子も、ちょっとあれは残念でしたね。なんかね、非常に誰の何なんでしょうね、あれは何があったんやろっていう。3年ぐらいやってきてあんまなかった現象なんですけどね、うん、まあっていう事実をお伝えしました。本当びっくりしてるもん。誕生日一発目のラジオで誕生日一発目のラジオで、それはなんかお花とかあったりするのかなみたいな、ね、誰か挨拶してくれたりするのかなっつって、まあ、取り上げたら誰もいないで、遠目で見てもまず椅子がガッタガタやし、おそらく多分この日本放送内で一番いい会議室ですよ、あれ広い、二十何人とかでねできるような、その自分の椅子のとこパッて見たらポテチ散らばってる。そんなんある、なんか歓迎されてないなってね。やっぱね、ちゃんと使った後はやっぱ使う前より綺麗にせなあかんね。まあまあいいんですけど、まあ誕生日です。そのもう祝われるのは嬉しいのでね、祝ってください、お願いします。まあうん、まあ去年のことは一回目つぶるんで、今年もやっていきましょう。受付メールアドレスはすだ@allnightnippon.com、すだ@allnightnippon.com です。番組にメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組オリジナルの赤ペンをプレゼントいたします。住所と本名をお忘れなく。同じ内容のメールは1通で大丈夫です。ツイッターのハッシュタグはシャープすだまさき ANN、 ガシガシつぶやいてください。ということで深夜3時までの2時間、最後までお付き合いください。すだまさきのオールナイトニッポン、この番組は株式会社サテライトオフィス、ブルボン、下花物流、エイブル、サミー、種の滝、以上各社の協賛で東京中央区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。では本日最初の曲です。YouTube での、ミュージックビデオ再生回数も1億回を突破しました。ありがとうございます。須田まさき、この時間は僕須田まさきがお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネームガロ、僕はキャメロンディアスに半分水の入ったコップを見たら半分は満たされていると、考えるようにしていると言われたら、その水を思いっきりひっくり返して地獄へようこそって言います。ゼロになってからが始まりです。かっけーかっけーなお前、やるやん、かっこよ。水半分バーンして地獄へようこそ、かっこええな。カフェシチュエーション、あー、なんか何気ない会話の中のがいいんかな。じゃあカフェとかで、でその半分しかなくなった水を見て、そういう会話になんねや。でキャメロンが、私は満たされているって考えにしているの、その方がだって素敵じゃない毎日、したらバーン地獄へようこそ、でそのままターって帰ってくる。かっけー。いや多分キャメロンディアそういう人の方が好きやと思うよ。うん、多分惚れるぜ。へってへってなると思う、多分そこまで生き切れば。ただ、もうそのまますぐに帰るのが多分大事だと思う。そこでなんか、欲しがったら。リアクションでなんかその、えっていうのを受けてしまったら、もうちょっと、こいちゃう。俺とこいやっちゃあかんけど。ええやん、かっこええやんか。これはでもいいね。惚れるわ。キャメロンディアスも。三重県ラジオネーム、初めてはスパモだ。須田さん。はい。僕は、ウルはあっていいと思います。ほう。ほうほうほう。なぜなら、2月29日に、生まれた方を、その日にお祝いできるからです。人の誕生日を祝えるのはとても素敵だと思います。だから、ウルはあるべきです。
はあ。いや、もうこれは、ほんまにそうやわ。うん。いや、そうやね。確かに。4年に1回しか29日がないから、29日生まれの人は、他の年は、28日か、もう次の、3月1日とかになっちゃうわけやもんね。その日には祝ってあげられへんねや。だから、ちゃんとこのウルーは、ないとあかんと、むしろ。いや、素敵。いやーわー。ちょっと俺は嬉しいわ。君みたいなリスナーがいて。ほんまに、こんなに人のことを思えるリスナーが、今だかつていましたか？ちょっと感動したな。嬉しいな。なんか、育ってきてるね。やっぱ3年ぐらいやってくると、やっぱこう、MC に似るというか、ちょっとなんか今日モテるやつ多いな。映像なんかすごいモテるラジオになってきた。人としてなんか、豊かやわ。もう、やから今日は俺を祝ってくれ。俺誕生日やってん。俺のこと祝ってくれ。ええこと言うの素敵やわ。ラジオネームガミガミボーイ。こんばんは。こんばんは。僕は中学2年生まで親の都合でアメリカに住んでいた帰国子女なのですが。ほうほうほう。はいはい。先ほどの須田さんの朝日スーパードライの発音。ちょっと笑ってしまいました。これから世界を狙っていく存在の須田さんにとって、あの発音はいかがなものかなと。なので、僕が正式な発音を教えてあげます。うおー、ありがとうございます。アサイ、ウパウワーイ、です。俺はいいですよ。今日はあなたの誕生日ですから、ナッピーバースデー。ほうほう、そうそうなんや。あ、じゃあ帰国子女とかもうずっと向こうにいたからペラペラで。アサヒウパウワイ。アサヒウパウワイ。ちょっとやってみるか。アサヒウパウワイ。ああ、そうか。ああ、そういうもんか。まあそうか。日本英語みたいになって、もうてんのかな？そっか。だって、向こうやったらビタミンは、バイタミンみたいな、そういうエネルギーはエナジーみたいなことでしょ？発音って違うんや。アサイ、ウパウワイ。そうか、君が言うならやっぱそういうことなんかな？アサイ、ウパウワイ。ほんまやんね、これは。ウパウワイ。いや、ちゃうね、CM やってるから、あんまり遊ばれへんねん。ほんまやんな。ちゃうねん、ちゃうねん。いや、教えてくれんの嬉しいし、そういうの俺嫌いじゃないの知ってるやろ。でも、あんまり遊ばれへんねん。な、普通に怒られるから、普通に怒られてしまうから、それは。うん。まあでもそうか。まあまだ嘘って確定したわけじゃないもんな。朝日奪うわい。あ、そう、そうか、そうか。まあでも、うん。でも確かに、ぽいっちゃぽかった。うん。俺がちょっとあんま英語詳しくないからいいけど。でもありがとうありがとう。ただ、これぐらいにしとく。そんな中ですね、皆さん、もしかしたらなんかチラッとニュースとかで見た人もいるかもしれないですけど、マダムタッソー、東京にですね、僕の等身大のフィギュアが展示されまして。これ皆さん、わかりますかね、マダムタッソー。まあ、お台場の方に、あれは蝋人形なんですかね。なんか、イギリスのロンドンの方の、なんかそのマダムタッソーっていうのの、なんか、その蝋人形のその、作る技師さんがいんのかな。で、今はもう団体なのかな。すごい前の人らしいんけど、マダムタッソーは。そのなんか、わざわざ向こうの人たちが、その、日本に来てくれて、作りましょうってことで、っていうのが2年ぐらい前にあって。いや、やっとね、作れたわけですけど。もうね、いや、本当に、いや、結果僕まだできたものは写真でしか見てないんですけど、すごくてクオリティが、すごいんですよ。だからちょっとほんまにぜひ一回見てほしいんですけど、俺まだ見えてないんですけど、なんかこの間、それこそうちの家族が見に行ったって言って、
あの、俺と肩組んでる家族の写真、家族写真が。送られてきて、もうその、サイズ感とかもまんまやから、お、一見その写真レベルやと結構すごいと思う。うん。うわーって感じ。いや、これその、あのね、で、ほんと、やっとというか。マジでその、俺このマダムタッソに来てずーっと喋りたかったんですよ。ただもうあまりにも時間が経ちすぎて。ほんまにその2年ぐらい前に、急にそんなお話をいただいて、で、まあ、受けたわけですけど、俺はなんで受けたかもちょっとあんま覚えてないレベル。なんで受けたの？でも多分こんな話めったにないから、多分、面白そうやなっていうのだけで、え、じゃあそんなに作ってくれるんですか？みたいなことで、オファーを受けたのが2年ぐらい前で、2018年とか？で、その、前にそのお台場のその、他のあの、マツコデラックスさんとかの展示、同じ老人形のやつは僕見たことあったんですよ。あ、あれやってことで、なんとなくこう、あの、すごい芸能人の方とか有名人が作られてるってイメージでオファーが来たから、喜んでこう、え、じゃあお願いしますって言って作ってもらったんですけど、いや、もう2年経ってもてるからなんですよ。撮影もさ、めちゃくちゃ大変やったわけ。もうその、まず、あの、洋服ね、を着てる状態で、その、まあ、写真を撮って、で、それをその、なんていうかな、360度から、その、カメラマンさんが、俺はストップしたまんまで、その撮影方法としてはもう、カメラマンさんがその360度を、しかもその、横だけじゃなく、その、なんていうの、縦の立体もあるっていうか、横と縦をこう移動しながら、バーって360度写真をひたすら撮っていって、で、そっからなんかグラフィックを作っていって、で、まあ、顔の、その、なんていうのとかをま、フィギュアにしていくと。で、どんなポーズがいいですかと。どんな形がいいですかみたいな。その、なんていうかな。いや、モーションキャプチャー的なことでもないんかな。なんか顔につけたりはしてない。うん。至ってシンプルに、俺はパンイチに、上、タンクトップで2時間ぐらいじっとせなあかんっていう、感じで。そうそう。で、だからこれはその、結果ね、できてるポーズっていうのは、僕がしゃがんでて、ピースしてすごい笑ってるっていうポーズの老人形にしたんですけど、それもその、なんていうのかな。やっぱ、人と違うことが好きやんか。その、本当にだから今考えるとちょっと格好悪い、発想やねんけど、クリエイティブとしては全然、ダサいなと思うんだけど、もう今まで誰もやってないポーズってどうなんですか？だからその、ね、ほんとクリエーション的にはこう、俺このポーズがいいっていう、だってこれが俺やもんみたいな。それが、オリジナリティとなって、偶然誰もやってないってのが一番かっこいいし、クリエイティブなわけですけど。誰もやってないポーズとかって、ね、あったりするんですかねみたいな。で、こうしゃがんでたりとかって、他やってたりしますみたいな。あ、しゃがんでん多分ないっすかねみたいな。あったとしても多分ほんと数人だと思います。じゃあ、しゃがみでやります。他じゃなんかすっごいなんか、で、ポーズ、どんなポーズありますみたいな。まあ、基本的に皆さんこう立ってらっしゃったりとか。まあ、バイク乗ってる人とかもいますけど、みたいな。そういうのはいいです。そうです。俺バイク乗らないんで大丈夫です。みたいな。そういうのはいいんで、それは劇中とかやったらいいんやけどね、バイク乗ったりするのも。ただ、じゃあ、ピースしてる人います？いや、ピースしてる人もいないと思います。あ、いないっすか。じゃあ、ピースします。じゃあ、須田さん、表情どうしますかって言って。表情っすか。じゃあ、やっぱクッとこう、かっこよく、前まっすぐこう、見てた方がいいんすかねみたいな、こう。います？って、クッとしてる人いますって。あ、まあ、そういえば、いますね。みたいな。
ああ、じゃあ、こうあかんわ。で、結果その、で、笑顔の人っているんですかつって。あ、笑顔の方は、ま、何人かいらっしゃいますけど。おえ、じゃあ、ほんとめちゃめちゃ笑ってる人っていますかつって。めちゃめちゃ笑ってさ、あんまいないかもしんないですね。ああ、あんまいないですか。じゃあ、それにしますか。だから、ほとんど病気に近いよね。人と違うことをやりたい病を。いや、それで、結果自分のセレクトしたそれが、大変で、もうその、しゃがんでピースして、うわーって笑ってる姿のまま、下は、ベージュのボクサーパンツに上、ベージュのタンクトップ着て、360度写真を撮られる。1時間以上かけて、本当に、プル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 しながら。大変やった。本当に。途中立ったりとかあかんのよ。やっぱちょっとでもずれたらあかんから。俺がギリできたのは、あれ確かに右足か左足かどっちかかかとが若干浮いてるわけ。これをかかと一瞬つけるかつけないかぐらい。俺ができた余韻は。へぇ、へぇって。ほんと。んで、ま、そっからもうその歯型とかも取ったり、歯の色とか、眼球の色とか、そう、目も、その、現場にね、その、要は眼球の、なんか、モデルの眼球ベースの眼球みたいなのが、何十個と用意されてて、その、白目の色を、その黒目の色で、どれが近いかっていうので、じゃあちょっとこの茶色っぽいこれっすかねとか、で、合わせてって、俺はその間ずっとピースしながら、プルプルしながら、これがいいっすかねこれ、あ、今しゃ、あんま喋れないですけど、これがいいっすかねっていうのをこう、やったのが2年ぐらい前。で、で、まあ、今回、やっとできて、あれですって、ちなみにお金、2000万ですって。2000万円かかってるんですって、あれ。まず、すごい技術なんでしょうけどね。しかもこう、ロンドンの方で作って持ってきてみたいなことやから。いや、2000万つったらもう地元でマンション買えますからね。本当に。ね。家買えるから、すごいっすよね。ほんと。だからもう完全、オリジナルの、僕は、人形ができました。もう売り二つの。で、当時はね、こう、よっしゃできたと、これ完成楽しみやなと思ってたわけですけど、その、結果その、できてみたものを見てみると、なんかこれなんか見たことあるな、これ。なんやろ、この、しゃがんでピースして笑ってる感じ。なんやろ、このちょっと、見たことあるなと思ったら、その、ヒーローの時の、キムタクなんですよ。ケンジっていうね、ほんと硬い仕事でみんなスーツバーって着てる中一人ジーパン履いて、しかもしゃがんで、ガッて一人こうピースをしてるっていうケンジのその、クリュー公平がね、もう2001年にやってるわけですよ。俺が2018年に一番かっこいいなと思ったポーズを、キムタクは2001年にやってたわけで。須田まさきです。この時間は須田まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネーム味噌クリームコロッケ。須田さん。はい。須田さんのアサヒスーパードライ。まあ、悪くはないです。ああ、よかったよかった。ありがとうありがとう。安心しました。でも、イギリス英語ならもっとかっこよく渋く言えますよ。イギリス英語か、そっか。何でしたっけ ?I can じゃなくて I can。ね。キャじゃなくて can みたいな。そっか。イギリス英語またちょっと違うんや。なるほどね。イギリス英語だと、サラミウィニングボーイです。さあどうぞ。サラミウィニングボーイ。ほんま?それは。サラミウィニングボーイ?
アサヒスーパードライがイギリス映画だとサラミウィニングボーイになるの。これはもう別の言葉別の言葉じゃない?でも、まあまあ、でも発音か、そうか。文字にとらわれたかんな。それを口で動かすと、また違うってことなのか。じゃあやってみますか、じゃあ一回。サラミウィニングボーイ。これはサラミウィニングボーイ俺の発音があかんかったんかな。ごめん、ちょっと。イギリス英語むずいわ。俺、サラミウィニングボーイはサラミウィニングボーイやったわ。まあ、サラミはビールに合うな、じゃないよ。おー、じゃないよ。サラミウィニングボーイ。おー、ちょっと難しいな。ごめん、そうな。で、イギリスやと、サラミウィニングボーイ。ってことだよね。ああ、そこで、通じんね、朝日スーパードライ。ああ、むずいな。全然。アメリカやと、何だっけ、さっきのやつ、朝日、ウパウワイ。まあ、これはまだなんかわかんねんな。ウパウワイ。ウィニングボーイ。あ、だこれは、ウィニングボーイがもう俺の中にあるから、ああ、そうか。それや。俺の中にウィニングボーイがもあるから。ああ、俺のウィニングボーイをはめてしまったから、ああ、悪いな、そうやな、先入観やな。だから、俺のサラミも俺のサラミが、ああ、そっか、サラミもウィニングボーイも俺の中にあるからか。だから肩にはめてしまってんだよな。ウパウワーイは初めて聞いたことないから。そうやな。ああ、そうかも、ごめん。そうやな。だからウィニングボーイももし、初めてったら。もうやめたら結構盛り上がった方ちゃう?もう、CM? ん?どういうこと?これを、あ、そうよ。俺CM を俺がやってるから。そうやね。俺もヘラヘラしてあかんねん。じゃ、普通に怒られるから。ちゃんとせな、これはダメなんですよ。もうダメです、これは。今日は僕が誕生日だったということで、須田まさき生誕祭を、送ってもらっております。僕のパーティーで、誕生日パーティーでやりたいことを送ってもらっております。ラジオネーム、それいけ残飯マン。パーティーでよくある、折り紙で輪っかを作って、はいはいはい、ありますね。それを鎖状につなげていく飾りのやつを、リーバイスのジーンズバージョンで作りたいです。ほーい。おいおい、お前、分かってるやないかい。分かってるやないかい、お前。俺んちからもいっぱい持ってけ。使え。買ってるやん。で、それがその何?いつのジーンズっていうのもあるよ。年代順とか、形とか。うん。うわ、それはまたええで。うわ、いいやんか、形、色、年代。あとはウエスト、レングス、もういろいろそれができるからね。いいやんか、めっちゃいいやんか。どうした今日。なんかやっぱ、伝わるもんやな。やっぱり思いっていうのは。教育っていうのは。いいやん、めっちゃいいやん。これ採用。これ採用です。いいですね。いいですよ。やっぱその人に沿った、ならではのその装飾っていうのはやっぱ嬉しいですからね。いや嬉しいですね。僕ジーパン好きなんで、リーバイさんジーパン好きなんで嬉しいっすわ。他どうすか?今までの何やったっけ?なんか、常になんか構想があったり、なんかに追われてたり、なんか、そう、なんか派閥があったり、勢力あったりする。そういう、もう、置かないのはね、もう嫌やから。ラジオネーム、キャロットパン。須田さんの生誕祭ですが、はい。須田さんが好きな時に会場に来てる、好きな時に会場に来てるうつむきがちな女の子に、うわぁ、見違えたよ、と声をかけれる。勇気を出してプロムに参加した恋するハイスクールガールブースを設けるのはどうですか?プロムって何?プロム?プロムってなんか、どういうやつ?
その、卒業パーティーか、アメリカの卒業パーティーみたいなやつか。勇気を出してプロムに参加した恋するハイスクールガールブース。うわぁ、見違えたよ。見違えたよ。それは何その、なんかいつもと予想も違ったりするってことなの？パーティーやから、そのちょっとドレスアップしてきてて、あれっていう。うわぁ、見違えたよってこと？え、何その、なんていうの？コミュニケーション。それは、いや、確かにその、言えるっていうのもいいんやけどな。その後に何かが期待できるから。でもなんか言うより言われたいって感じもちょっとあるかな。なんか、ね。わぁ、なんか、えらいシュッとして。見違えたな、っていうね。で、それ言われる方が嬉しいかな。どうやろう。その、一回ちょっとプロムに関しては勉強するけど、ちょっと勉強しないかな。うん。でもそのなんか、うつむきがちな女の子っていうのは、ちょっと好きな単語ではあるけれどもやな。なるほどな。なんか、いい青春の匂いは確かにしますね。これは。うん。まあでもそうね。クラスのマドンナに言われたいからな。うん。こっちがもじもじしてて、クラスのマドンナがこう、バーって見てきて、うわ、なんだよって言ったら、なんか今日、見違えたねって。なんか今日いいねって。踊らないって。プロも合ってる俺のプロム。それは言われたいけどな。菅田将暉です。この時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。リアクションいただきます。ラジオネームミルクマン。いや、お前、プロム知らんのかい菅田はプロム知らんのかいお前、バックスダフュージャー見てるよな。あれのマイケル・ジェイ・フォックスが参加するパーティー。つまりは物語の核、あれがプロムじゃん。あれかなるほど、そうか、あれか。男が誘って、あー、なるほど。で、お前誰誘ってみたいな。あ、あれがプロムか。あー、ごめん。それは、なるほどな。ちょっとピンと来てなかったわ。なるほど。にしても言われた方がええかな。悪くはないけどな。だから今んとこ、そうね、プロムがあんまピンと来てないっていうのは、プロム自体は意味わかったけど、それでもあんまちょっとピンと来てないから、やっぱリーバイスの、ジーンズバージョンの輪っか。っていうのが今のとこ決まりかな。うん。これは嬉しいです。はい。他はぜひ送ってください。では、こちらのコーナー参りましょう。月曜エンタメアカデミー。このコーナーでは、リスナーのあなたから送っていただいた、明日誰かに言いたくなるようなエンタメ情報を紹介していきます。僕、菅田将暉、ドラマ、映画、舞台、音楽、テレビ、ラジオ、雑誌、何かいろいろやっております。なので、エンタメのお勉強しなくては、リスナーの皆さんも一緒にエンタメの勉強していきましょう。では、紹介していきます。まずはこちら。ラジオネーム、あるある。ルービックキューブ、そもそも完璧にシャッフルできない問題。どういう、全然ピンとこないですね。読んでいきます。誰もが知るパズル、ルービックキューブ。エルノー・ルービック氏が考案した立体パズルで、あ、ルービックキューブってルービックっていう人が作ったんですね。で、初心者にとっては一面を揃えることすら困難ですが、プロになると4秒台で全て揃えることができるようになると言われています。すごっ。4秒なるでしょ？スタートの時は手ついといて、手離した瞬間に、バッてスタートして、バッカジャジャジャーってできた瞬間に、ダーンってやるやつでしょ。はぁ、そんな早いんや。しかし、オーストラリアのモナシュ大学数学科のティム・ガロニ氏らによると、数学的にはルービックキューブを揃えるよりも、ルービックキューブの面を完全にシャッフルする方が逆に難しいとのことです。は？は？ニュース記事内にはいろいろと書いてあったのですが、須田さんでもわかるように言うと、もう助かるわ。それはちょっと頼むわ。3×3×3 のルービックキューブは
3列のうちの1列を縦横奥にそれぞれ90度、180度、270度回すことができ、そうね。はいはい、そうですね。ルービックキューブをシャッフルするには、初回は18通り、それ以降は15通りある、操作のうち1つをランダムに行うという行為を何度も繰り返す必要があります。うん。ちょっとよくわかんないです。途中。そして、すべてのルービックキューブのパターンは、43,325,023,2744,8,985,6000通りもあるため。マジ？完全にシャッフルした状態にするためには、すべてのパターン確率、すべてのパターン確率が、限りなく 43,25,023,2744,8,985,6000分の1。に近づくことが必要とのこと。マジで分からへんな。じゃあどうすれば完璧にシャッフルできるのというと、これを計算するともう莫大な量がかかるので未解決問題ということになってるそうです。うわ、そうなんや。もうちょっと差し投げてる感じや。理解できなかったら大変申し訳ないのですが、まあ完璧にシャッフルするのは相当むずいということです。ちなみに僕はチンパンなのでルービックキューブを一回も完成させたことはないです。あまりにも悔しくて幼稚園の時ドラえもんのルービックキューブのシールを剥がし無理やり全部揃えたことはありますが、その後先生に散々怒られました。須田さんはルービックキューブの面を揃えることはできますか？いや、このもう本当にもうできなさすぎてシールを剥がすっていうのもすごいわかるよ。これはもうあるあるですよね。できへんもん、あんなもん。いや、だからで一面ができたとしてもさ、この全部をってやっぱね、なんかそのチャレンジしようとしたことありますよ。なんか本とか見てパターンがあるんですよね。なんかその本の手順の通りに一面をまず揃えたら、その側面となんか真ん中のやつだけを揃えてみたいな、したらこうやってったらみたいな、わかるけど、そのもうだって当時もだってやってったらさ、本の通りやってんのに、なんでお前こっち来んなよ、お前はそっちに行けっつって、そいつをそっちにやったら違うの、お前はさっきのところに。お前は動くなやってなってまうから、あれは。いや、すごいな。じゃあもうその、俺らからしたら、ただでさえ揃えるのむずいけど、ほんまに賢い人らからしたら、あんなまあ揃える方が簡単やと。全部を完璧にばらす方がむずいですよっていう。はぁ。その、そもそもその、完璧にシャッフルした状態っていうのは、よくわからへんよね。なんかこの数学者っぽいよな。完璧にシャッフルした状態とは。それは何？だってあれ、その6面あるわけでしょ？で、一つの面に9つあるわけでしょ？その、色が。でも全部で6色しかないやつを、もうめんどくさくなってきたで。一面にその、9つあるうちのその、だって9色があったらさ、全部違う色にしていけばいいけど、そういうわけじゃないわけでしょ？全然わからへんわ、そのパターンのあれが。またあれか、その、きっと、そうか。シャッフルした状態ってことは、色がただバラバラでもまた違うんやろな。多分。いろんなこう、ああ、ちょっと物欲しいな。いや、でも、なるほどな。でも、そんな、その、未解決問題になってるみたいなことは知らなかったですね。面白かった。さあ、続いて。ラジオネーム、ジャイアント厚彦。イライジャウッド。そして、父になる。ロード・オブ・ザ・リングのイライジャウッドや。イライジャウッドさん、いつぶりですか？一時期うちのラジオでもほぼレギュラーのイライジャウッドがちょっとね、バンバン肩で風切ってた時代ありましたけど、久しぶりですね。ちょっとそんなイライジャウッドのニュース、ロードオブザリングの一発屋。イライジャウッドさんが父親になったそうです。ウッドさんは絶妙に売れていない俳優にもかかわらず、フロード・バギンズやー言うに、お前が知らんだけやろ。そのロード・オブ・ザ・リングやってんのに売れてないことはないでしょ。自分のプライベートを口にしない主義で、
有名で。あ、そうなんですね。子供の母親にあたる今の奥さんとの交際から結婚もほぼ極秘にしていたそうです。今回の子供の件もウッドさんの周囲の人の話から分かったもので、ウッドさん本人からのメディアへの報告はありませんでした。時に自分はマグマファッカーだとか、ナタグループに追われているとか、黒ギャルにいじめ抜かれたいだとか、わけのわからないプライベートを公共の電波に晒し生きているどこかの俳優さんとは全然違いますね。これは俺のプライベートじゃないけど。とは言うものの、須田さんも今思ってるはずです。大して売れ切れてないウッドさんのプライベート、誰がそんなに興味を持ってるのかと。この世の誰も興味ないんじゃないかと。いや、ウッド自意識過剰すぎんちゃうかと。僕はめっちゃ興味ありますけどね。いや、お前だけやで、評価が低いのは。多分その俺らが知らんだけやねんて。その日本に届いてない作品がいっぱいあんねんて。そのいわゆる超大作で世界レベルのものしか日本には来おへんから、そのなんて大作じゃなくて本当渋い実力派の、あの映画とかには、あのだ日本でいう本当にあの30巻ぐらいでしか公開してないみたいな、そういう渋い映画とかにも いっぱい出たりすんだよ多分。俺らは知らんだけで、まあそこまで興味があるかって言われたらまた別、それは別の問題ではあるんやけれどもね。はあ、じゃあイライジャウッドはパパに、おめでとうございます。これがここでおめでとうございますってことは知らないでしょ。イライジャウッドって久々に言うたもんな。前なんでそんな盛り上がったか全然覚えてへんねんけど。なんでそんなにイライジャウッドが頻繁に、何やったっけね、もう毎週待ってましたと言わんばかりのイライジャウッドの月あったよね。もういいよ、振るってたんやけどな。お久しぶりでした。続いてラジオネーム、ナルト巻。進撃の巨人のその日、再現。いいっすね、読んでいきましょう。作者の名前の読み方調べるたびに忘れる漫画。いや、ほんまにすっごいよくわかります。読めないですよね。進撃の巨人の作者、諫山はじめさん。これね、このゴンベンに束でもないし、中ちょんちょんなんよな。束の中ちょんちょんのこの調べようがないんですよこれね。諫山さんの諫山はじめさんの故郷である大分県、日田市の大山ダムに進撃の巨人のエレン、ミカサ、アルミンの銅像が建てられることが決定したそうです。知らんかった、すごい。ダムの巨大な壁をウォールマリアに見立て、あ、その大山ダムの壁をウォールマリアに見立て、進撃の巨人の名シーンである50メートル級の巨人が壁を越えて覗き込むあのシーンのように、3人がダムの壁を見上げている姿が再現されるそうです。あ、3人が壁を見上げている。大分県のダムでその日人類は思い出したのシーンが再現されると聞いた時、僕は新宿のゴジラみたいにダムの壁に巨人のでっかい顔のモニュメントが作られると思っていたので、確か俺も今そうやと思ってた。巨人のね、バーって出てきて煙がドゥーなってるじゃなく、銅像は本当に素晴らしいことですが、本当に本当に本当に少しだけそっちかいと。そうな、本当にちょっとだけな。いや、それはもうエレン、ミカサ、アルミンがいるのはそれは最高やねん。確かにイメージですとしてはな。ただ自分の故郷で自分の描いた漫画の世界観が再現されるのはとても嬉しいでしょうね。このニュースのように映画のワンシーンを模した銅像も街の中にどんどん増えると楽しいなと思いました。僕は大江戸温泉のバスタブの中にライフルを抱えたウィル・スミスが眠っているアイアムレジェンドの銅像を建ててほしいです。ライフルを持って
ちゃーちっちゃーくなってこう。いやー、ええー、な、確かにええけど、大江戸温泉バスタブないからないやろ。バスタブ、バスタブごと作んのか。そうな、ウィル・スミスも一緒にこういますよっていう、入ってますよ。確かにな。いやでもすごいね、確かにそういうゆかりの地の、そうか、キャラクターとか溢れてくると楽しいわな。そこがもう観光地になるしね、じゃ盛り上がってくるわな。はあ、うちのミノー、ミノーになんか置く？僕ですか？え、いいんですね？俺？いや、ちょっと俺はまだ銅像は早いんじゃないかな。銅像は早いって、銅像は早いって。分かっとる。いやいやいや、どう、待って、みんな銅像は早いって。早いわ、20代やし、こっちも。はあ、いいですね。他にもあんのかな、漫画って。あれ、その何やったっけ、サザエさんとかのさ、やつはあったりするよね、とかリョウさんとかね、あるよね。ワンピースとかないんかな、また。そうやんな、なんかどうなの、熊本、小田さんの場所のところにあんのかな。今絶対あるよな、何かしら絶対。へえ、いいですね。でもこれ、そのいずれさ、より進撃の巨人も盛り上がってきたら、巨人の方もあのダムにでっかい、そのうちそのままそこは撮影所になってくるよね、そうなってくる。へえ、でもいいじゃないですか、粋じゃないですか。そのだってもうその3人が見上げてるってだけでね、知ってる人からしたらうわっっていう、あの深夜ってなるからね。そっか、ウォールマリアやみたいになるから、いいじゃないですか。いいですね。なんかでも夢があっていいっすね。ということで、引き続き明日誰かに言いたくなるようなエンタメ情報をお待ちしています。受付メールアドレスは、すだアットマークオールナイトニッポンドットコム、すだアットマークオールナイトニッポンドットコム。メールの件名にエンタメアカデミーと書いて、送ってください。お待ちしております。ではここで一曲、こちらの曲も、YouTube でのミュージックビデオ再生回数が1億回を突破しました。ありがとうございます。菅田将暉で、間違い探し。リアクションいただいてます。ラジオネームウニ、こんばんは。こんばんは。高校ノースカロライナで過ごした帰国子女です。うち多い、うち多いんやね。須田さんのプロムを知らないという発言、少し笑ってしまいました。プロムを理解した上で、むしろ見間違えたって言ってもらいたいという発言、あなたはプロムを何も理解していない。女性たちはその日のために素敵なドレスを身にまとい、学生生活の美のピークをそこに持っていくのです。それに敬意を示すため、男子は当日、その子の家にリムジンで迎えに行き、その姿を褒めちぎり、プロムのダンスフロアで US のヒットチャートが流れる中、自然とキスしてフィンなのです。むしろ見間違えたって言ってもらいたいわー。須田さん、まだこんなこと言えますか？ここはアメリカですよ。違いますよ、違いますよ、違いますよね。違う、全然ここはあの千代田区ですし、有楽町ですし、違いますけど、アメリカ、そう、会場はここなんで、そう、みんなこっちやで、会場アメリカじゃないから。いや、アメリカやったらそうなのかもしれないけど、そう、こっちやから、俺の今いる場所やから。で、プロ、まあ分かったよ、そのあれでしょ、さっきのバックトゥフューチャーのそうやつでしょ。それ分かったんやけどさ、その文化も分かったんやけど、うん、もともとなんやったっけプロム、なんでプロム出てきたんだっけ、このもともとは何やったっけ。あ、そう、俺の誕生日のやつね。そうよ、俺はプロムがしたいんじゃないんよ、生誕祭をやりたいっていう。
話やから。ラジオネームリサちゃん。バックトゥザフューチャー2で、マーティーがビフを待っている店で、小さい子供二人がテレビゲームをして、マーティーがお手本を見せ、なんだ、こんなの赤ん坊のおもちゃじゃんというあのシーン。あの男の子は、イライジャ・ウッドです。嘘やろ？待って、ウッドはいろんなところに潜んでいる。何そのマジ？バックトゥザフューチャーはプロムもウッドも何これ、ちょっと変な感じ。何この、全部プロムもウッドもバックチュザフューチャー？バックチュザフューチャーはウッドもプロムも全部入ってんねや。マジで？イライジャウッドなの？知らんかった。なんだこんなの赤者おもちゃじゃんっていうあのシーンのあの男の子がイライジャウッドなんや。マジで？知らんかった。だったらなおさらさっきのやつよう売れてないとか言うたな。バックトゥザフューチャー出てロードオブザリング出てんねやろ。もう子役からもうその何、そっからその旬とかじゃなく子役からもうドーン行ってるわけでしょ。すっごー、マジで。じゃあその時イライジャウッド何歳とか、イライジャウッドって子役やったんや。ちょっとマジで衝撃やねんけど。今いくつだ？お父さんになった。そんなイライジャウッドが32ぐらい？そんな俺と変わらんの、もしかして。39! あ、39! まあでも童顔なのかな？まあでも割と目肌たちがこうクリックリってしてるからのその印象なのかな？そうか。へえ。このたまにあるこのマジのへえ、すごいよな。知らんかった、イライジャウッド出てたんや。ラジオネーム、牛歩戦術。イライジャウッドさんが盛り上がった理由ですが、あーはいはい、そう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 、いやこうなってくるとそうなんよ。前なんでそんなイライジャウッドが跳ねたのかが全然わからへん。イライジャウッドハイが盛り上がった理由ですが、それもスタッフみんな分かってる？分かってないよね。みんな誰も分かってないですよね、なんでか。あ、そうや、変わってるから、そうや。誰も知らんねんや。なんでスタッフみんな変わってんの？なんでみんな変わってるから、うんうんじゃないよ。なんで、一年前のこと誰も知らないじゃないよ。なんでやねんな。うちのマネージャーさんもちゃうし、しかも。盛り上がった理由ですが、このオールナイトの1年目にあった、1年目ね。はいはい。月曜音楽アカデミーのニュースの最後が、そうやな、エンタメじゃなく音楽アカデミーの時ね、のニュースの最後が、毎回必ずスティーブン・タイラーのニュースで。そうだ、スティーブン・タイラーの、そうね、破天荒ニュースの回はあったな。スティーブン・タイラーのニュースで、それを続けていくうちに、スティーブン・タイラーの飼っている犬の名前を説明するだけのニュースなど、情報がどんどん雑魚になっていったので、そうね。さすが一人だけでやっていくとそうなっていくよな。なっていったので、スティーブン・タイラーのニュースだけ、嘘をついていいという。あったな、そんな。もう、スティーブン・タイラーの情報、嘘でもええわって。そんなあったな、スティーブン・タイラーのニュースだけは嘘をついていいという体制にしたところ、嘘のスティーブン・タイラーのニュースになぜか、なぜか毎回、全然関係のないイライジャウッドが、一言、コメントを添えるようになり。
そうやったな。そう、嘘のスティーブン・タイラーのニュースに何でか毎回全然関係のないイライジャ・ウッドが一言コメントを添えるようになり、最後、ニュースに首を突っ込みすぎたイライジャ・ウッドが砂になって消えたことに、イライジャ・ウッドが砂になって消えたことに、須田さんがムカついてイライジャ・ウッドが禁止になりました。須田さん、これどういうこと？あっか、あっか、涙出てきた。どういう、いや、ああ、思い出した。ああ、すごい。俺、ちょっと忘れてた。バッてこうなんか、記憶がバッてね、思い出したね、今。うーわー、あったわ、そんな。むちゃくちゃやな、そのコーナー。何やねん、スティーブン・タイラーのニュースだけ嘘ついていいって。いや、だからこれどういうことって言われたらもう、そういうことなんよ。なんかわからんけど、毎回スティーブン・タイラーの音楽のニュースになって、で、だんだんもう情報がなくなってきて、もう、お前ら嘘でもええでっていうことになり、で、なぜかイライジャ・ウッドが毎回言葉を添えてくるようになって、そう。で、ニュースに首を突っ込みすぎて、俺が怒ったんかな、なんか。イライジャ・ウッドが砂になって消えたことに、俺がムカついてイライジャ・ウッドが禁止になりました。なんなんこの一文。全然意味がわからない。イライジャ・ウッドが砂になって消えたことに、須田さんがムカついてイライジャ・ウッドが禁止になりました。ここの部分の登録ってないの？ないの、ちょっと、全然覚えてない。何やそれ、なんで砂になって消えたことに俺はムカついてんの。滝です。この時間砂まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。イライジャの登録を探してるんですけど、あれいつやったかわかる？リスナーのみんな、ごめんなさい。最近ラジオ聞いた人ちょっとあんまわかんなくて申し訳ないんですけど、そのイライジャーのその、砂になって消えたりして、俺がムカついてイライジャー禁止になった回って、2017年の、いつかちょっとわかる人います？もしわかる人でちょっと教えてほしいなっていう、ちょっと、ツイートお願いします。ツイートが欲しい。本当、なぜならもうスタッフ全員変わってるから。わからないんですよ。いやー、もう全然覚えてなかったけど、なんかあったなぁ。すいませんね、最近、聞いた人とかはね、ちょっと、何がそんなにおもろいねんって、何をそんな腹抱えて笑ってんねんっていうことなんですけど。いやー、あったなぁ、これは。イライジャウッド。そう、お願いします。多分、ちょっと今日これやらんと、もう多分一生イライジャウッド。多分今日が最後なんです。多分皆さん、今日だけで終わるから、イライジャウッド。多分もう日の目浴びないと思うから、ちょっとね、知りたいなって、ちょっと分かる人いたら、ちょっとすぐツイートしていただけると。まだ全然ないんで、ちょっと来てないみたいなんで、ちょっとお願いします。ちょっとできれば。こんなお願いの仕方もあんまないよね。ちょっと教えてっていう。いやー、ちょっと懐かしい。やっぱ覚えてないもんやな。ラジオネーム味噌クリームコロッケ。イライジャ・ウッドさんですが、デビュー作がバック・トゥ・ザ・フューチャー2です。当時8歳。8歳。ロード・オブ・ザ・リングのフロード・バギンズを演じたのは、その12年後の20歳。つまり僕たちは8歳の頃に彼と出会っていたんです。はぁ、8歳の頃の彼とってこと？はぁ、すご。8歳で、その12年後の20歳の時にフロード・バギンズ。はぁ、全然知らんかった。で、その19年後、子供ができたと。はぁ。ラジオネームストロール。イライジャ・ウッドですが、宮崎駿監督作品風立ちぬのアメリカ吹き替え版声優を務めています。
主人公、堀越二郎でいいのかなの、同僚役だそうです。同僚がどんな人か思い出せません風立ちぬの同僚役か。そうか。俺も見たんやけどな。そうか。同僚役ってどんなやったっけ。イライジャウッドそんなんばっかりやんけ。微妙に、微妙に、その、思い出せんとこやな。イライジャウッド、今日どうか、日の目を浴び入れるといいねんけどな。すっごいな、本当にいつ何が起きるかわからへんもんすね。あ、これはツイートでいただいた、バンジョーさんって人が、そもそもイライジャって誰？わらっていう。知らないのは、恥ずいから、言うな。それは言うな。それ言うな。きっと見たら、あーってなると思う。うん、ロード・オブ・ザ・リング見たら、あーってなると思う。そう、ツイート、リナさん。ツイート検索したら、2017年の7月25日のところに、イライジャ・ウッド、砂っていうワードがあるから、そこら辺よなぁ、かっこ調べてみる。お！ありがとうございます！リナさん、ありがとうございます。これは有力情報じゃないですか？ラジオネーム C。須田さん、はい。イライジャ・ウッドが砂になった日はわからないのですが、イライジャ・ウッドが砂になった翌週、スティーブン・タイラーのニュースに、一言口を挟んでくる人間が、トビー・マグワイアに変わったことを覚えています。だから、その、そういうラインの人好きやな。そういう、その辺のラインの人好きやな。トビー・マグワイア。あとこの五感もええやろな。イライジャー・ウッド、トビー・マグワイア。なんでそんなこと覚えてんねん。でも今ちょっと有力情報をいただきましたね。7月25日あたりって。ちょっとこれ出るんじゃないですか。イライジャー・ウッド。あー。スティーブン・タイラーの方が懐かしいな。いろいろありましたね。てか俺2017年からラジオやってんねんよ。すごいな。ラジオネームプースケ。須田まさきオールナイトニッポン。左の子がイライジャウッド？はぁ？今ちょっとあのツイートに写真をね、この、送ってくれてる、ですけど、ツイートで、このガキのおもちゃだって、この、バックトゥザフューチャーの時の、その、さっき言った劇中の写真を、この緑のフライパンみたいな帽子かぶってる、これイライジャウッド？ええー。まあ、でも確かにそう言われてみたらクリクリしてるもんな、目。うわぁ、かわいい。これイライジャウッドやったんや。知らんかったー。あ、そう。プースケさんありがとう。それイライジャウッドやったんや。はぁ、ラジオネーム、ポテシ食べたい、あとモテたい。ツイッターを検索していたら、ドアナジャウッドというワードが、ドアナジャウッドというワードが引っかかりました。ドアナジャウッドって何ですか？いや、これ、合体したんでしょ？あの、ドアナシリーズ何やったっけ？スティーブン・タイラーの、その、曲とのドアナが多分合体してドアナジャウッドっていうワードになったんよ。何ですかって言われても、その時のドアナとその、イライジャウッドが、その時ね、楽しかったんですよ。としか言いようがないんですよ。ああ、そっか、ツイッターで検索ができるわけか。じゃあ何みんな今、イライジャ
ウッド砂とかで検索してくれてるのはそういうことね。ドアナジャウッド。どうやろう、登録見つかんのかな。このワスピッツで涙がキラリでした。で、進展があったみたいです。その、皆さん見つかりました。じゃあ、ちょっと僕もまだどういう状況かあれなんですけど、3分半あるらしいです。ちょっと聞いてみていいですか？じゃあ、お願いします。ラジオネーム、ユニコーン様。スティーブン・タイラー、コスタリカを購入。スティーブン・タイラーさんがコスタリカを購入するということで、読んでいきましょう。おう、大人気ロックバンド、エアロスミスのボーカル、はいはいはい、スティーブン・タイラーさんが、全財産を投入して、投資して、コスタリカを購入したことを発表。コスタリカを、今度はコスタリカを購入、国を買ったそうです。これも嘘の時期のやつですよね。スティーブンさんが購入したコスタリカは今後、勇気もりもり王国と名付けられ。知らん、マジか。勇気もりもり王国と名付けられ、光と正義の国、そして国民は勇気キャップと名付けられたトウモロコシ型の被り物をして常にスキップで移動することを命じられた。いやいや、俺そんな国、いやほんまそうやと思う。めっちゃ恥やんか。これは勇気キャップだからっつってトウモロコシ型の帽子かぶらされて常にスキップして移動せな、怒られるの俺。スティーブンに怒られるからね。国の中央に建てられた、うん、カタカナでドアナと書かれたオブジェは有名な待ち合わせスポットになる予定であったが、あったが、うん、はい、うん、現在町の不良がドアナのナーの部分に登ったりすることが問題視され、今月ナだけの取り壊しが決定。待ち合わせスポットドアとしてパンフレットなどに載る様子だ。そのあなたが勝手に作った世界を一回壊す。毎週やってたよ。このニュースを受け、ロード・オブ・ザ・リングのこれこれロード・バギンズ役でおなじみイライジャー・ウッドさんは、ぜひ住んでみたいよ、でもコスタリカってマジでどこなんだいと確信をついたコメントを残し、頭から足にかけてゆっくりと砂になって消えていった。ほんまや。ほんまに砂になって消えてた。あー、消えた。そうか、そういうことやったんや。みんなありがとう、やっと。わかりましたね、真相が。ラジオネーム、いけたらいくまん。ツイッターで検索したところ、2017年の8月8日、トビー・マグワイアも砂になっています。いける無理か、さすがに。もうだって、おわっちでエンディングやもんな。ありがとう。たどり着いた以来。菅田将暉のオールナイトニッポン。この番組は、防衛省、信用金庫、キャンメイク東京、味噌カツヤバトン、インディード、ウィッチズポーチ。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。菅田将暉のオールナイトニッポン、そろそろお別れのお時間です。いや、さっきの登録ちょっとびっくりしましたね。イライジャウッドやっぱ砂になってたんですね。
あれがその2017年の7月、俺ラジオ始めたの2017年の4月。あれ俺ラジオ始めて3ヶ月とか4ヶ月ぐらいの頃、4ヶ月の壊れ方あれ。俺何にも変わってへんな。ちょっと恥ずかしいわ。なんか最近の頃なんかようやく慣れてきての壊れ方とかじゃないもんね、最初から。てかそのさ、ラジオ始めて3ヶ月足らずでさ、コーナー嘘ついてもいいよとか言うなよ。あ、そう、そんなんやったんや。ちょっといけるかな、トビー・マグワイアーも素直になったやついけんのかな。ラジオネームガガガ、いや生誕祭やれよ。お前誕生日だろ、須田の誕生日はちゃんとやっても誰も文句は言わん。そうやった、今日俺須田まさき生誕祭やったんや。ちょっとイライジャーがあまりにもちょっと輝かしすぎたからそっちに行ってもた。そうやった、生誕祭ね。そう、みんないろいろ送ってくれて、あれですわ、あのプロムとあとリーバイスのジーパンに作った輪っかってのだけはあるけど、結果もそれだけや。それだけやったな、生誕祭。ちょっとイライジャ強かったから、ドアな久々に聞いたし。メール来てます。ラジオネームはんぺん侍、あ、テーマの生誕祭メールありがとうございます。あんまり紹介できず申し訳ない。誕生日パーティーですが、はい、須田さんも大人なので寿司屋を呼びませんか。最高、はい、最高、最高です。いいじゃないですか、もうね27歳なんでお寿司屋呼びましょうよ。須田さんの好物も考えて、銀座501米のジーンズ握りを振る舞ってもらいましょう。銀座501米、501米のジーンズ握り、俺9しか知らんねんな。9までしか知らんと言った方がいいのか。あ、9米じゃなく何、もうのれんわけなのかな。501米まで行ってんねや、全然知らんかった。あ、そう、もうそこまで行ってんねや。501米のジーンズ握りね。ジーンズ握りっていうのはなんだよな、ちょっと分からへんな。まだ見ぬ寿司があんのかな。いや、いいよ、とりあえず呼んでよ。お寿司食えんねやろ、全然いい、全然いい、全然いいんですよ。お寿司最高じゃないですか。そうだ、生誕祭やん。ラジオネームシュークリーム、メール来てます。音楽アカデミーは嘘つきすぎてその後嘘 NG になりました。もう意味が分からない。嘘、スティーブン・タイラー、エアロスミスに関してはもう嘘 OK ですよって言うてやら、嘘つきすぎてそれだと嘘禁止になったり。いや俺ほんまに、あれそうか、そうやったな、マジでむちゃくちゃやな。初めて数ヶ月の頃っしょ。あー、ちょっとなんか今度聞き直してみよう、なんかね聞かれへんのかな。ラジオネーム、ラー油91円、今日はリスナーやスタッフ、パーソナリティ全員でイライジャウッドを見つけ出す脱出ゲームかのような放送でしたね。いや本当そうでしたね、一丸になりましたね。オールナイトチームの団結力が感じられて涙が出てきました。イライジャウッド感動をありがとう。いや本当にイライジャからの脱出、我々無事ね、イライジャ脱出できましたね、本当に。
トビー・マグワイアは無理でしたか。いやー、脱出しましたな本当に。番組ではラジオ沖縄のメールお待ちしています。メールアドレスはsu@gonadreport.com です。詳しいコーナー紹介などは番組のホームページに載っていますので、ぜひチェックしてみてください。明日火曜日は星野源さんのオールナイトニッポン、この後3時からはトム・ブラウンのオールナイトニッポンゼロです。ぜひお聞きくださいね。トム・ブラウンさんですね。あのケンタロウ君じゃなく今日は、トム・ブラウンさんみたいです。いやー、びっくりした。イライジャウッド、いやー全然リスナーはみんな覚えてたのかな。ちょっと俺も後でツイッター検索してみよう。本当になんか疲れたね。というわけで最後までお付き合いいただき